アウディ A3?A3、A3 は、ドイツの自動車会社アウディが製造、販売する、ハッチバック型、およびセダン型の小型、C セグメントクラス乗用車である。プラットフォームには、アウディの親会社であるフォルクスワーゲンの小型乗用車、ゴルフなどと共通のを使用する。ここでは、A3 の高性能バージョンの S3 についても、便宜上記述する。 小さな高級車のコンセプトで、1996年に発売された。デビュー当時は、アウディのエントリーモデル。後に発売されるゴルフ4、1997年、単位のベースともなる関係もあり、縦置きエンジン FF というアウディ独自のスタイルではなく、より一般的な横置きエンジン FF となっている。ガソリンエンジンのうち、5バルブシステムを採用した1.8リットル自家4。 DOHC にはターボモデルも設定された。日本では1997年初頭に発売された。初期にはナエンジンの3ドアハッチバックボディと f f に4足 AT という仕様であったが、1998年には FF のターボモデル、さらに1999年には 4WD であるクワトロ5足 MT 仕様が加わり、ナモデルには5ドアボディが与えられた。 2000年にはクワトロが廃止され、な FF の5ドアのみになると同時にマイナーチェンジがされ、インテリア、ヘッドライトとテールライトを中心としたデザインの大幅な変更がなされた。2001年には FF のターボモデルである 1.8T が導入され、1.8T には5速ティプトロニック、マニュアルモード付け AT、ESP、横滑り防止機構、スポーツサスペンション、16インチアルミホイール、 スポーツシートが採用された。2002年には2001年型の 1.8t に相当するモデルはステアリングにティプトロニック操作スイッチを追加されるとともに名称が 1.8t スポーツに変更された。また 1.8t スポーツのローダウンサスペンション16インチホイールスポーツシートがナット同等のものに変更され、インテリアにウッドを採用したモデルに 1.8t の名称が与えられた。 二代目が発売される直前の2003年7月には 1.8t をベースに一体型ナビゲーションシステム MMS、マルチメディアステーションと15インチ、スターデザインアルミホイーが装備された 1.8t リミテッドが500台限定で発売され、初代 A3 の最終モデルとなった。高性能バージョンの S3 は2001年モデルが 210PS。 2002年モデルが 225PS という最高出力である。左ハンドル車が存在するのは1998年のクワトロト S3 のみである。2003年に発売。基本的なメカニズム、シャーシやエンジンなどは先代同様、ゴルフ V2003 年隊と共有。フロントグリルは当時のアウディが採用していたダブルグリルの形状であった。 前後のフェンダーラインをつなぐ、へこんだラインは、シングルフレームグリルの5ドアのスポーツバッグに備えるのと、3ドアモデル自身もフェースリフトで、シングルフレームグリルをはめ込めるようになっていた。ガソリンエンジンの一つには、フシーと名付けられた2リットル直噴の磁気4、DOHC があり、6速 AT の設定もある。最上級グレードとして 3.2LV6。 DOHC を積む3点にクワトロが用意され、クワトロとエストロニックが組み合わされている。2006年7月まで生産されたモデルで現在は廃止になっている。2004年2月に1.6リットル自家4エンジンと6速ティプトロニックを組み合わせたアトラクションが追加された。2005年8月、グリルがシングルフレームグリルに変更された。ボディスタイルは、 当初3ドアハッチバックのみだったが、2004年に5ドアのスポーツバックを追加設定。3ドアモデルの全長を 70mm 拡大した後、ドアハッチバックモデルである。ホイールベースは3ドアモデルと共通。全長の拡大は、ラゲッジスペースの拡大分である。名称が、スポーツバックなのはこれまでのハッチバックでもワゴン、アバントでも内心感覚のスポーツユーティリティカーだからだと言う。 ラゲージスペースは370リットル、クワトロは302リットルで、分割加糖式の鉱石を倒せば1120リットル、クワトロは1052リットルの容積となる。基本的なメカニズム、シャーシやエンジンなどは、仙台同様、ゴルフ V、2003年隊と共有。グレードは3ドアモデル同様の直噴2リットル自家 4? の2.0リットルフシーティプトロニック付き6速 ATFF と3.2リットル V6 6速 S トロニッククワトロに加えて新開発の直噴ターボを積む2.0リットル TFSI 6速 S トロニック FF が新設定された。当初、スポーツバックには3ドアモデルには存在する1.6リットルモデルのアトラクションの設定はなかったが2005年8月の ラインナップ変更によりアトラクションが追加されることとなった。それと同時に全グレードにオープンスカイルーフがオプションとして加わり2.0 f シート3.2クワトロには S ラインパッケージオプションが用意された。2009年モデルよりフェースリフトが施された新モデルに変更となる。エンジンの設定も 変更となり1.4リットル直噴ターボと1.8リットル直噴ターボ。トップモデルでは2.0リットル直噴ターボのクワトロモデルが導入となった。トランスミッションも FF 駆動のモデルは7速となる。3.2クワトロは S3 へ移行される。ジュネーブモーターショーにて A3 が発表された。この A3 には初装備である海が標準装備となり、 サイドブレーキは電磁化されるなど、ボディは先代と比べると多少大型化され、同時にホイールベースも 60mm 拡大されたことで、室内と鉱石のスペースが広くなった。しかし、オーバーハングを切り詰めたため全長増加は 35mm にとどまっている。また、基本骨格には、モジュールプラットフォーム、マジューラン、ケアバウケイソンを7代目ゴルフに続き、採用している。 日本市場においては2013年9月3日に発表された同月17日より発売開始。導入モデルは当初5ドアのスポーツバッグのみだったが、2014年1月14日には4ドアセダンが追加された。エンジンもすべて TFSI エンジンとなり、ホットモデルの S3 も含めると1.4リットルから2.0リットルまで4種類となる。なお、 当モデルは日本初の Wi-Fi 搭載車種となる。クワトロシステムは横置きエンジンでも採用可能である。AA3 を横置きエンジンにした理由はゴルフと共有箇所が多いのと縦置きにするとノーズが短いためにトランスミッションがあるスペースまで食い込んでしまうからである。アウディはクワトロシステムを開発以降四輪駆動にしやすいという理由で FWD 社の車種でもエンジンを縦置きで積む仕様の車種が一般的で A3 はアウディ初のエンジン横置き仕様と思われがちが実際には1974年に登場したアウディ50が初採用車種である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。